ってないですよね。やってるよ。だから引っ越しの人を4月とか3月とかで、うん、やってるよね。ありがとうございます。はい、こんにちは。あ、こんにちは。入るください。あ、入る。はい、はい、はい。
でももう寒くて外で冷え切ってるもんだから、なんかね、あの震災の日の次の、あ、震災の日の夕方とかこんな感じだったんです。ちょうどね、あのみぞれが降り始めて、日中はそうでもなかったんですけど、夕方ぐらいから気温が下がって寒くて、はい、なんかすごい今日の天気似てますね。昨日はね、あの逆に上着着ないでもパーカーだけで歩いてました。はい、オイル交換なんですけど、本当は2月に新しい車買うことになってて、ホンダのベゼル、なんていうの、あのを買うことになってて、もう注文してたんですけど、その納期がコロナの影響で半導体が入ってこないっていうことで、まあ、去年のね、もう夏ぐらいに、秋かな、秋口ぐらいにもう注文してたんですけども、それがなんかもう遅れて2月になりますよって言われたんですよ。で、2月の末ぐらいにはもう納車になりますって言われてたから、全然私も急いでないし、あ、全然大丈夫って思ってたんですけど、1月の年明けに主人がそのディーラーさんと連絡取り合った時に、もう2月も間に合わなくて、まあ、秋に入るかどうかっていう感じだったんですね、うん、で、秋っていうともうマイナーチェンジしちゃうんですよね。もう新車で買ったとしてもまた新しいモデルが出ちゃうし、はぁと思って、主人もなんかどうするってなって、でまだうちの車がその製造レーンにも乗ってませんって言われたんですよね、うん、だからキャンセルも相次いでるらしくて、新車で買うのになんか来た瞬間も片落ちっていうかね、そのまた新しいワイン出ちゃうっていうのもなと思って、じゃあ一旦白紙にしようってなって、結局せっかく、ね、楽しみにはしてたんですけど、で、まあ、タイミングじゃないのかなと思って、そういうのってなんか別にタイミングで来るときは来るから、あ、今回はなんか買うなってことなんだなって思って、それで結局今乗ってる車の軽のオイルはですね、ちょっと減ってきてるんじゃないかって、減るみたいで、タントって、それで主人に言われて今日変えてきたら、もう真っ黒だし交換しましょうってなって、なんだかんだ言ってそれだけで8000円かかりましたね。オイル交換してなんだかんだして、ワイパーとかも切れちゃっててだからその新しい車ってもう今あんまりね、あるものはあるのかもしれないけど、なかなかそういうので難しいみたいなんで、どうしようかなと思って、で今の車を乗ってる感じですかね。でもまだ私7万10万キロも乗ってないんですよね。皆さんこんにちは、ちゃんまです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の地震で皆様からたくさんのコメントをいただきまして、本当にありがとうございました。すぐには返せなかったので本当に申し訳なかったです。とりあえずうちの方のは11年前の東日本大震災の時は、うちが家ではなくって、あの場所に古い家が建ってまして、そこに住んでたんですけれども、その時は本当にもう家に帰ったら足の踏み場がなくて、玄関も開かなくて、それで
に立ってるのが冷蔵庫だけ、それ以外は全部倒れてて、とにかくもうそうですね、もうとにかく足の踏み場がなかったんですよね。でそんな感じだったんですけれども、今は震災後数年後に建て替えてる家なんですけども、やっぱ震災後その耐震の基準とかもいろいろ変わったりして、かなり地震には強くなってると思うんですね。ですけども、まあ、揺れるんです。とにかくまあ横揺れだったと思うんですけども、ものすごい揺れて、とにかくもう壊れるんじゃないかって、もう本当に潰れちゃうんじゃないかっていうぐらい揺れるんですよね。まあそれぐらい揺れないとやっぱり逆に危ないんでしょうけども、とにかくすごい揺れて、それで、まあ、湯上がりだったので2階のそのいつもメイクするところの机のところで、あのスキンケアをしようと思っていたところに揺れたんで、まあ、すぐ目の前にある息子の部屋に行って、息子はベッドであのスマホをいじってたので、まあ、一緒にベッドに上がって行って、ベッドのところに行って、それでずっと息子をこうね押さえていたんですよね。それで、まあ、収まりましたってなったので、そのまま戻って、私自分の部屋が気になってたので自分の部屋に行ったんですよね、寝室に。そしたらもうクローゼットの、あの姿見が倒れてて、引き出しが全部開いてて、まあ、倒れるようなものはその姿見だけですよね。で寝室の動画で見ていたいと思うんですけども、ベッドサイドのところにあのアクセサリー置いてたんですけど、それは全部もう落ちてましたね、はい。それでまあ後で片付けようと思って、またであのそのスキンケアしようと思って、続きをしようと思って机のところに戻る途中でまた2回目が揺れたんです。でその2回目でも歩けなくなって、それでテレビがあるんですけどね、その途中に私の部屋出て息子の部屋に行く途中にテレビがあるんですけど、そのテレビに捕まって立ってた感じなんですよね。でもう下ではガチャガチャガチャブワーあのガチャガチャってなってるし、で娘はあのお風呂に入ってたので、まあ、1階のリビングに主人がいたので、まあ、娘は主人に任せようと思って、まあ、私も息子のところに、ね、また行きたいんだけど行けないみたいな、でもとにかく動かないでって言って、まあ、息子の部屋もあの高い家具もないし落ちるものもないんですけど、変に動いてどっかぶつけたりしても困るので、もうとにかくそこにいなさいって言って、大きな声で言って窓ガチャ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 、もうどこもいろんなものがこう落ちてたりする音がしながらね、ですごいやっぱり恐怖な時間で、結構長くてその揺れがですね、まだ終わんないのってまだっていうぐらいずっと揺れてて、で揺れ終わってからすぐに娘のところに行こうと思って1階に行ったら、もう娘がね、でソファーのところでこうブル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 震えたんですよね。やっぱり娘も震災を経験したのが4歳の時で、もうやっぱりギリギリ記憶があるんですよね。もう息子は正直ないんですよね、 2歳だったし、娘はもう私がパート先から保育園に迎えに行くまでに園庭にブルーシートが敷かれてて、その中にみんな子供たちが潜って待ってるような、こうやってかけて先生と一緒にいたんですけども、なんかそれをそうですね、あのすぐに行ってやればよかったんですけど、私もなんかそのパート先の人たちとこうなんかもう呆然として、なんか何していいかどうしていいか分かんなくて、すごかったねって言ってるうちに時間が経過してて、はっと気づいて、うん、あ迎えに行こうと思って行って、会社もそのぐちゃぐちゃになってるのに、
か自分だけ子供いるから今帰りますって、小さい子供いるの私だけだったんで、なんか言いづらくて、そんな時でも今だったら絶対言ってるんですけど、それで結局会社にいたらちょっと時間経っちゃって、でもダメだ、やっぱり子供たち迎えに行かなきゃと思って、すいませんちょっと帰らせてくださいって言って行ったら、まあうちが最後の方だったんですよね。それをね、いまだにその震災の時期になると言われるんですよね。なんかすごい不安だったまま来ないんじゃないかと思ったって、それがすごい申し訳なくて、今でもねちょっと胸が痛くなるんですよね。なのでそんなこんなでやっぱりすごいトラウマがあるんで、ちょっとの上でも娘はダメなんですよ。本当にもう過呼吸みたいになったんですよね。なんか相当トラウマになってるから、本当にそういうもう本当にね、そういう心の傷って残りますよね。私も小学校1年生の時に宮城県沖地震の大きい地震を経験してるので、その時に生まれて初めて地震っていうものを経験して、揺れるってなんかわけわかんなかったけど、地震ってこういうんだって、で停電になってろうそくでみんなで過ごして学校お休みでっていうのを、その今でも覚えてて、だからなんか結構小さい時からそうやって大きい地震経験してきて、まあそんな感じだったんですよね。だから今でもね、こんな今日なんかこんな天気で、それでも福島とか宮城とかでももっと被害の大きい方は、こんな寒くて雨の中でも片付けしてる方もいるでしょうし、さっきテレビでもちょっとね、ガソリンスタンドのテレビ見たらもう雨漏りしちゃって、その雨漏り対策をしながらね、一生懸命片付けしなきゃいけない方とかもいるみたいで、本当にそういう方々には本当にお見舞い申し上げます。本当に頑張ってください。なんかなんて言っていいか分かんないですよね、うん、こういう時ってなんかとりあえず今回感じたのはやっぱり本当に対策っていうか、取ってた方がいいなって思いました。一番やっぱり大変なのが、そのライフラインがね止まってしまった時、本当に大変だったんですよね。11年前にうちはガスだったんで、当時ガスが遅くてですね、1ヶ月以上もガスも来なかったので、その時は主人の実家がオール電化だったので、主人の実家の方にずっといました。で自分家も片付けなきゃいけないんですけど、余震がすごかったので、もうそれこそ 2,3 週間ずっとぐちゃぐちゃのまま放置して、やっぱり余震があったのでね、あんまりこうそういうふうにそういうところにこう行ってね、なんか片付けしてる間にその余震が来たりするのも危ないから、だいぶ経ってから自分家を片付けた記憶があります。その時は本当にすごい捨てるものがあって、4トントラックで何か運んだのっていうぐらい、だって壊れてるんでね大体が、それをもう主人と2人で子供たちおじいちゃんおばあちゃんに見てもらって、何日も通って掃除してっていう。で結果やっぱり外壁とかもね、当時の古い家だったから落ちたんで、半壊の認定とか受けて、でもう本当に穴だらけになっちゃって、その後数年住んだんですけど、大変でしたね本当に。今回その今回の地震でお怪我をされた方とか、お大事になさってください。無理せずに片付けしてください。はい、それではですね、私の方はとりあえず
次回の動画はもう3月の頭の方に撮ってる、まだ編集できてないんですけども、ね、あるので、動画があるので、その動画を次は上げようかなと思ってます。はい、本当に今回は皆様の温かいお気持ちいただきました。本当に感謝いたします。ありがとうございました。はい、お返事できなくてすみませんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。